道祖神は神奈川県真鶴町で確認されている11箇所24基の石像文化財である。真鶴町では蔡の神と呼ばれており悪霊を防ぐ職能を持った神が本来の道祖神であった。地域の実情によって多様な職能を持つようになった。真鶴の言い伝えの一つによると蔡の神さんは子供の神さんだから大人は触るものじゃないという言葉があり。 戦争前までは大人が祈願して欲しいことがあると子供たちに頼んで祈願してもらっていた。その形態は小田原地方とは異なり単身創業座像が主流を成しており、伊豆地方のものとの類似性が極めて強いのが特徴の一つであるため、伊豆の文化圏と民族的なつながりを持っていたのではないかという示さを与えている。町内の西の道祖神で、 天保15年に道祖神の石像が造営されていたことが確認されており、他は年代が不明なものや明治以降となっているが、これまで人々の生活の中に大きな役割を果たしてきた。道祖神祭りから1月神奈川県立真鶴、半島自然公園真鶴散歩 http コロンスラッシュスラッシュ www.hakon-geopa。Www. rk.jp スラッシュ g-e-o-t-o-u-r-i-s-m スラッシュ m-a-n-a-t-u-r-u-b-u-n-k-a-z-a-i スラッシュ箱根ジオパーク。真ズ、e、ル超文化財ウォーキングモップ。ありがとうございます。